タルの運河が左です。見えますか？この雑草が邪魔や。ほら、小樽運河ね。北海道ツーリングはスタートはいつもここ小樽食、小樽運河食堂。から高速道路を使いました。ちょっと天気も心配だったので今旭川に降り立って、これから、美瑛の方に向かって進もうというところです。美瑛まではあと25キロ、富良野までは58キロですね。ということは、まあ、富良野、上富良野は富良野の中心部の北側にあるので、まあもう半分ついたようなもんです。あとはこの美瑛の丘をあちらこちら散策して食事をして、それから富良野の方に行きたいと思っています。あー、いよいよ丘が迫ってきました。いいですね。すぐ行って上富良野、そして富良野ですね。覚えてる、この道覚えてる覚えてる。まっすぐ行くとね、青い池っていうのがあんね。これがなかなかいい。まあ行きましょうか、食べてから。青い池17キロ。はい、道の駅美瑛岡の倉。あら、あ、あれあれかな。オートバイはいつもどこに置いたらいいのかわからないという。その場合は謎なんです。いつもこんな扱いをいつも受けるのです。ちょっと左右に右に行ってみましょうか。美瑛の丘を走っています。先ほどはケントメリーの木のところを走ってきました。今からパッチワークの道かな、そちらの方に行くことにしています。もう間もなく到着なんですけども、まあ慌てることはないのでゆっくり走ってます。八重いただきました。ほぼ同時に手を挙げる八重っていうのは気持ちがいいです。
なんかお互いがこう阿吽の呼吸で同時に手を挙げるなんてね、なかなかいいんじゃないですか。あら、セブンスターの木でした。あれ。先ほどのはケントメリー、今度はセブンスターです。これは離れたところから見ないと全然わからないと思ったんで、そばを走っても全然面白くないですね。それじゃあちょっと録画ボタンを押しましょうか。そば全然面白くなってこないですこれ。そばで行くこれでしょ。ああ、まあそんな、あのなんとかね、木とかどうとかいうよりもこの丘の景色がね、うわあ、正面の丘が綺麗。来てよかったというこの、いやこれちょっと色がね、あのパッチワークにはなってないんですが、まあいいんじゃないですかこれ。いやいいなこれねえ。電信柱がないのがいいね。もう右も左も丘が続いて、ああなるほどね、この木がそうなんですかね。みんなこう観光地になってるんだね。